100ヤードでゼロインしたサイの弾道 5.7X28mm 弾はベルギーのファブリックナショナルが開発した汎用小口径高速弾である。口径は 5.7mm で薬莢は通常のライフル弾のようなボトルネック形状となっている。火薬量が拳銃弾並みに少なくまた弾体も軽量なため発射時の反動が小さいが、 小口小道であるため秒速700メートル近い重厚初速を得る。これは近年広まりつつあるボディアーマーに対してそれを貫通指摘を効果的に倒すことを目的に開発されたものである。一部の軍法執行機関において事実上標準化されている 5.7X28mm 弾 SS190 は近年ボディアーマーを着用する兵士が増加し、 従来の拳銃弾を使用する拳銃やサブマシンガンなどがほとんど効果を持たなくなった戦場において大きな効果を発揮できるよう開発された。SS-190 はボディアーマーに対して大きな効果があると FN 社では盛んにアピールしているが一部の軍、警察関係者は SS-190 は弾体重量が非常に軽いため弾着時のパンチ力に欠けると考え、 SS190 の効果のほどに対して会議的であるという。これに対して FN 社は試験においては SS190 及び同様の5 7 2 8ト、mm、ル団体は弾道ゼラチンまたは他の試験用媒体内を通過する際に常によろめくような運動をしており、これによって2 1 6ト、mm、ルの玉体の全長を使って障害空をより広げる働きを しているとしている。ただし、あるものはこの玉体の終末弾道効果については、会議的であり、米国の民間シューターの間では論議の的となっている。2004年に拳銃による暴力防止を目的とした、ブレーディキャンペーンから、5ンから発射された SS-192 フォローポイント弾は、レベルインヤのボディアーマーを貫通する能力があると指摘され、 アメリカ合衆国国内で論議が巻き起こった。しかし、この批判の具体的な根拠が証明されなかった上、市販されるすべての狩猟用ライフル相談と一部の拳銃弾でもクラスイヤーのアーマーを撃ち抜くことができるため、この批判はまといたものではなかった。実際、バトフでは SS192 は貫鉄弾であるという指定は受けておらず、アメリカ合衆国においては、 民間人による所有も合法的なものとなっている。しかし、この批判を受けて FN は SS192 の民間市場での販売を中止し、代わりに SS196SR の販売を開始した。SS196SR の担当には、ポリカーボネートが使用されており、弾着と同時に、弾が潰れて貫通力が落ちるほか、弾体重量が SS192 より重いために重厚初速も下がっている。5.7X28mm 弾には薬莢にテーパーがかかっていないため、一度薬室に入れると薬室と薬莢のコンタクトが大きく抜け玉することが難しくなるために、それを防ぐ目的で摩擦係数の低いポリマーコートが薬莢に施されている。この処理によって、 P90 においてはマガジンから90度回転して、薬室に送り込まれるにもかかわらず、スムーズに相談される。2021年2月25日、5.7X28 弾が、北、大西洋条約機構の標準弾薬に、認定されたと、FN 社が発表した。なお、ライバルである H&K 社が開発した 4.6X30mm 弾も NATO に採用されている。 SS195LFSS196SRSS197SR SS その他各、弾薬メーカーによっても製造販売は行われている重厚初速と重厚エネルギーは P90 の 26.4cm 重心から発射された時の数値である PS90 の 40.74cm の長い重心から発射した場合 SS195LF の重光初速は、約微遅く60メートル速く、SS197SR の重光初速は、約微遅く45メートル速い。5-7の12.2センチメートルの短い、重心から発射した場合には、SS195LF の重光初速は、約微遅く90メートル遅くなり、 SS197SR の重厚初速は約秒速60メートル遅くなる。FN 社の製品なかは AR-57 などの極小数にとどまる。大手メーカーではスタームルガーがルーガー -57 で初めて採用した。ありがとうございます。